お元気ですか？僕趣味です。今日の夕飯はですね、中華丼にしてみました。中華丼はね、意外と簡単でね、野菜とかね、あと魚介類とかね、まあ今日はうずら卵を使ったんですけどね、普通のゆで卵でもいいんですよ。ただ大きすぎるからね、まあ普通の卵を使うんだったら、まあ4分の1にね切ってね使ってみてはね、いかがでしょうかね。うん、まあ黄身がね、ちょっと剥がれちゃうかもしれませんけどね、見た目はちょっと悪いかもしれませんけど、ね、ありませんけどね、あんとですね黄身も結構ねマッチってね結構合うんですよね。で、キャベツの味噌汁と焼酎のサイダー割りでいきたいと思います。で今日はですね、ここで終わりではございません。前にですね、直筆サインカードをね、別にあげてるんですけどね、これとは別にね、お店に行ってね、直筆サインカード買ってきました。2つですね。この2つをね、紹介したいと思います。まずはこちらでございます。リーチマイケル選手の直筆サインカードでございます。ね、我が札幌にもね、ゆかりのある選手でございます。日本代表で、現在はね、日本国籍もね、取得している方でございます。はい。続いてはですね、藤波辰爾選手でございます。まあ、プロレス界で言えばね、もうレジェンド中のレジェンドですよね。師匠がアントニオ猪木さんでございまして、現在68歳になられますが、未だ現役を貫いている、もう一度言いますけど、レジェンドレスラーでございます。はい。今日はですね、夕飯動画プラスね、直筆サインカードを2枚紹介しました。で、明日はクリスマスでございます。皆様ね、良いクリスマスをお迎えください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。どうもありがとうございました。メリークリスマス。